北保冷税保加保護は台湾新築圏の里。1946年から1971年にかけてご市産、大小南港、バンバー港などから多くの石炭が産出され、この地の主要産業となっていた。しかし、大規模採掘により、資源が枯渇、1981年以降は石炭に依存した体質からの転換が政府により図られ、 現在、南高地区では、傾斜が産出されている。ここで産出された傾斜は以前は、新築針及び、ZH、台湾針工業の主要原料として利用されている。その他、大古、南高一帯からは少量ではあるが天然ガス及び、石油が発見され、中国石油講師により開発が進められている。北保護の主要な産業は農業であり、伝統的に、 農業従事者は、合人口の多数を占めてきた。1969年の統計によれば、農業人口は68.2%を占めていた。しかし、茶栽培に適してはいるが産地が多く、水田となるべき平地が少ないことから、農業の発展には限界があり、都市部への人口流出が進行した。1989年になると、 農業人口比率は22%まで低下しながら、既存の作物から柑橘類や、微牢のような商品作物への転換を図るようになった。近年では、農民の収入向上を目指しかきの栽培が奨励され、北丘木餅及び、防風茶という名称で、台湾での特産品を生み出している。金広副交換、ありがとうございます。